約令嬢のデレは俺だけにバレている、星さん。トイレが汚いおは綺麗な FPS はいいゲームだというマーフィーの法則よろしく。顔芸の面白い悪役令嬢ものは面白い悪役令嬢シナリオだ。ということでこの漫画はクッソ激烈に面白いです。ちなみになぜトイレの汚い FPS が面白いと言われていたのかというと、トイレなんてほぼどのプレイヤーも見ないような要素にすらリソースを避けるくらいゲームの予算が潤沢にあるみたいな理由からなのぜ。シナリオは、変則型の悪役令嬢もので主人公は乙女ゲー好きのよく訓練されたド M の人族のオス。そのド M が乙女ゲーのメインヒーローの一人の一人であるイケメ総大使に転生して、前世で推しだった悪役令嬢に罵ってもらうプレイをたしなむというその手の界隈にはご褒美な漫画。この漫画はこんな感じのストーリーだけだと特殊性癖向けの作品のような感じだが、この漫画はクッソ激烈に顔芸だったり心のプロレスみたいか感じでのデフォルメのクッソ激烈に作画や見せ方の上手い作画担当をつけたことが良好であり、この作画担当のおかげでこの漫画はクッソ面白い顔芸漫画に仕上がっている。この漫画のスタイルは推しである悪役令嬢にかませ犬が現れてそいつとどっちが面白い顔芸を披露するかのバトルが始まってなんやかんやあって主人公が遠山のキムさんする漫画。ここからネタバレ。例えば主人公のことが好きな悪役令嬢2が現れて推しの悪役令嬢1との顔芸バトルの展開とかで、どっちが老後に主人公の推し目を取り替えるかみたいなバトルで、主人公の推し目は綿さんとか、メインヒロインの悪役令嬢の妹の発情期を迎えたゴリラとのバトルだったり、総嫌い女の獲物を見る目のようなゲス顔だったり、シャイニングの父じゃしたりしててクッソ激烈に面白い。多分この漫画は BL 好きのメスかメス嫌いのメスがシナリオを書いているんじゃないかというくらいシナリオが歪んでいて、どうしてこの作者がここまでこじらせてしまったのかを想像するだけ手であんこがほっこりする。例えば主人公のオスは一途にメインヒロインの悪役令嬢だけを優遇するし、側室を持たないみたいな感じの多数のメスにとってクッソ都合の良いイコちゃんというかフィクションなのぜ。次に出てくるカマセイヌたちの後ろぐらい欲望の書き方とかがクッソメスに嫌われるタイプのメスの性格設定していて、いわゆる飲み会とかでこびるメスって感じのやつね。作者の鬱屈した心情がディモールとベネな作品なのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。